もこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。さーて今週の新機体は、何をやってんだお前は。はい、今週の新機体はラスト3から650コスト汎用機ガンダム G ファーストが実装。最近確定ステップアップが多かったですが、今週は久々に感じる通常抽選配給30連でゲットいたした。期待チェック。ガンダム G ファーストは両舷部と脚部側面に大型のメイン推進機を搭載、バックパックも含めてその他に配置されている推進機がサブスラスターとして機能し、高い機動性を有する機体となっており、装甲の薄さを補うために両腕部にはウィングシールドが装備されている。またとある技術検証試験で開発された本機には取得された機能の存在も噂されている。武装チェック。武装はビームライフル、ビームサーベル、60ミリバルカン砲、マイクロミサイル、直結式ビームライフル、ビームライフル、弾弾式の即よろけ射撃でよろけしは控えめ、ビームサーベル、横格闘が 50%、 2段の 100% 格闘、下格闘は 140%、 2撃目は 70% と、方向補正も連撃補正も高め。60ミリバルカン砲、2発同時発射のため高い DPS と蓄積取り能力を持つ。マイクロミサイル、2発同時発射のエテンバースト射撃、よろけ効果があるため、複数機を一気によろけさせることも可能。よろけ値は案外低め。直結式ビームライフル、3点バーストの静止射撃、チャージすることで単発発射となり威力は4点になり、よろけ、貫通効果が付与。また、よろけ効果がありながら蓄積値は100とかなり高い。本機は新スキルインターラクトガードにより、格闘攻撃をガードでキャンセル可能。インターラクトガードをコンボに組み込めば、より火力を出したり、カットされづらいコンボを行えたり行えなかったりしますね。カウンターはムーンサルト、威力3点、追撃時間 3.2 秒。ドルネルのものより劣り、サイサリスのものより優秀なムーンサルトですね。それでは実戦の方行ってみましょう。モビルスーツ隊は出撃の用意を。ガンダム G ファースト、マスドライバー施設、出る。まずは直結ビームライフルをチャージしながら移動。本機はザク3サイコミュ装備型も保有していたスキル。静止射撃姿勢制御を保有。これにより直結ビームライフルの静止射撃中は、よろけ射撃によるリアクションを軽減、強気に打ち合うことができます。ノンチャージ、チャージ、どちらもなかなかの威力となっており、特にチャージショットは一瞬でダメージとよろけ、なんだったら蓄積も狙えちゃう。移動を挟んだ際の指導なんかはこのチャージショットからでいいんじゃないでしょうか。この瞬間を待っていたんだ。しかし二段はできないです。結構孤立しているポジション。それでも優秀なカウンターから怒涛のデスコンボ追撃と見せかけてガード、そのまま追撃してたら確実にカットされて大変なことになってたかと思います。本機の強みはなんといっても耐久力にあるかと思いますね。両腕部、脚部のカチカチ干渉材に加え、そもそも防御補正高め、さらにアクティブガードはレベル3と高レベルなため、ダメージカット率が 80%。 その姿まさに令和最新モデル化で汎用って感じですね。硬いは強いは、さすがにキシーには飲まれましたが、過去にナイチンゲールが証明していますね。硬いは強いというより、個人的には脆いは弱いがいなくなることが大きいのかなと思っています。どんなに引っ張ろうと思っても、高速で爆散しまくる味方がいるとめっちゃめっちゃきついんですねー。それがなくなるだけでももう強い。ヌオーカチカチの本領発揮。私に敵が夢中になっているところを味方が後ろから決闘。本気のマイクロミサイルはよろけ取り能力が高いわけですが、地味に火力も出ますね。ズボボボボン、割と短い時間で威力 3500 の実弾。そのため、下格闘からガードでキャンセル、ミサイル前段から N 下格闘が凶悪ですが、武装の少ない本機、ミサイルはリロード中なことも多いですね。ダメージを出したい時はもちろん前段発射しますが、
よろけの手札として弾を残しておきたい場合は、途中で切り替えてキャンセルするのも全然ありだと思います。ちなみに本気のガードはあくまでアクティブガード。アクティブガード界ではないので、よろけ攻撃をガードしても火力上昇のバフはつかないですね。まあこの性能でアクティブガード界だったらヤバかったかと思いますね。持ち前の耐久力でかなり粘りましたが、さすがにここまで、容体張ったガンダム G ファースト班。今回の戦闘はカスタムパーツをかなり耐久寄りにしています。そして珍しく新型干渉剤という、干渉剤がさらに硬くなるパーツもセット。左右のウィングシールドと脚部の干渉剤、これを外して攻撃を当てるのは、かなり難しいと思いますね。特に格闘攻撃。この機体は干渉剤がかなり機能しているようにでこのパーツをつけたわけです。今週は新機体追加の他に大規模ユニット調整が行われました。月に1回の機体調整、大体10機のところを今回はなんと30機調整。なんやてー、割とマジで、こんなに嬉しいことはない。リマーテルで真正面チャージ格闘ぶっぱは厳しいですね。せめて発動時は角から、突然の角からぶっぱなら刺さったかも。大規模ユニット調整はいつもの機体調整に加え、スウォック、ガグスレイ、リベル、デッフー、ガンダムマーク3、ジムスナイパー、ジムスナイパー2、ザクワンスナイパータイプには新兵装の追加、ガンダム5号機、ガンダム5号機ブースター、ヘルググ、ザク2後期型、高機動型ザク後期型、ガンダム4号機ブースター、バーザム、ゲルググ M 指揮官機は一部武装が名前も新たに、大きく性能調整されており、数だけでなく、質の方もなんだかいつもよりこってり調整されてる感じとなっていますね。素晴らしいですね。これには成し遂げ受け負い人たる私も答えずにはいられない。しばらくはバトオペ動画の更新頻度が高くなるかと思います。621、仕事の時間だ。という感じで機体調整でかなり盛り上がっているバトオペですが、新機体のことも、思い出してあげてください。本機は耐久値がかなり高め、HP は平均値を2900上回り防御補正合成値も高め、両腕部のウィングシールドは 30%、そして脚部は 25% の大幅ダメージカット干渉剤。耐久値は良好とかじゃないですね。凄まじい硬さです。攻撃補正や機動力は割と平凡ですが、硬さで分からせる機体となっていますね。それはそれとして大変な状況になっています。圧倒的枚数不利。しかし私がここに敵を引きつけることで、味方の爆弾解除がはかどるわけですね。そうです。引きつけるのも、カチカチ機体の仕事を、引きつけの回もあり、爆弾解除は見事成功していますね。このコストにもなると爆破で4000点近く入りますからね。危ねえです。そういえば今週からシチュエーションバトルも更新。今週からはジオニックフロントとなっていますね。戦ってみたくなったんだ、あいつと、ガンダムと、敵を相当しました。ここは省き見せずにしっかり下がっておきましょう。今回の新機体、ガンダム G ファーストなんですけど、普通に強いんじゃないかなと思いますね。単純に耐久値の防御力、そしてカチカチな割にちゃんと強い武装、武装の種類こそ少ないですが、少なくてもしっかり回せる良い武装、シンプルな武装構成ということは、使いやすい、難しくないという点も魅力かと思います。耐久モリモリで電線張ってると、めっちゃ火力出るって感じではないですが、チーム貢献度的には高い気がしますね。あと、リマーテルにボコボコにされてもへっちゃらなのが一番大きいです。最後のインターラクトガードで小賢しく立ち回り、インターラクトガードはカットされないという点が強力ですね。カチカチで扱いやすい新機体、ガンダム G ファーストでした。それでは今回はこの辺でー。